たるい駅前北口半兵衛広場で12月1日からイルミネーションが点灯しました。今年は随分バージョンアップして新しいイルミネーションが増えています。たるいの駅前は寂しいことで有名だったんですが、これでようやくにぎわいが出ます。ハートマークでこちらでカップルが写真を撮れるように、メリークリスマスハートマーク。こちらは何の形でしょうかね、お疲れですね。お疲れちゃんイルミネーション。そうして半兵衛様もライトアップになってますね。半兵衛様も照らされて、たるいのハートマーク。駅の側から見るとこんな形です。ずいぶんバージョンアップになりました。皆さんも寒いですけど、ぜひ見にいらしてください。これだけなもんですけど、よろしくお願いします。